まあ普通ですね、この後皆さんこんにちは。人手不足をレスキューするナナトミックスリフのゆうせいろじです。何でしょう、今日は雨の中。今日は砂漠の重要性と注意点、ね、についてやっていきたいと思います、はい、というのも砂漠っていうのは結構難しいんですね。うちも本当に農機具から重機から資材からありがたいことにも運ばせていただいて、行くたびに物が違うので砂漠難しいといえば難しい。出てきてみないとわからないっていうこともありますので、出てきたものに対して最適な砂漠をしていかないといけないという。そもそもですね、なぜこの砂漠が必要なのかというと、運転してて見たことないですが、たまにですね砂漠せずに来ている、まあ、トラックなんかね、ヤクオとかね、乗せた、はい、あの回送車乗せたままで捕獲せずに走ってくる、まあ、たまに見ますね、はい、いやでも先輩、結構バクオって重いじゃないですか、はいはい、あれ本当に小バックしないとやっぱり落ちちゃうもんなんですか？そうですね、バック砲だと後退重機なんかは小バックしなくたって動くことないよってね言う人もおられると思うんですが、止まっていれば動くことはないです。ただね、急カーブであったりとか、はい、急停止した時にですね、慣性の法則、急に止まっても物は動こうとしますので、荷がね動き出してしまうんですね。重たい荷物であればあるほどね、動き出した時に止められないんですね。歩道の動き出すのを抑えるためにもやっぱり小バックっていうのが必要になってくるんですね。ニュースで見るのは何本も大木積んでて、それがこぼれて道路塞いでたりとかっていうね、ニュースは見たりします。そうですね、私たちは積んでですね、しっかり小箱をして、その後ね写真を撮ってる、スタートっていうね写真を撮っております。小箱はねようにねした方がいいと思います。荷物大きさ重さなんかに合わせてですね、その素材とかですね選ぶ必要がありますね。例えばそのバック砲とかのね、重機を小箱するのにロープを使って小箱したらですね、引き出した時にロープだけじゃ耐えきれないと思うんです。火にあったり耐火重のジグを選定しなければならないのはもちろん、種類をしっかりね選定していく必要があります。砂漠のジグなんですが、金属製のねターブロック、ワイヤーロープ、もしくはラッシングなどのこういったね、まあ、繊維布のようなねものもありますだね、まあ、こういったロープとかね、このジグもまあ一長一短ありまして、ワイヤーロープなんかはねもう切れにくいですけれども、特にね硬すぎて荷物を傷つけてしまうという恐れもあります。こういった、ね、ラッシングなんかは、ね、切れることがあります。布ですので、商品に対して製品に対してはね、まあ、優しくね小箱することができます。そういったね一長一短ありますので、ジグによって、ね、メリットデメリットっていうのはそれぞれにあります。強固に屈したいという時はレバーブロックと、まあ、ワイヤーを使って、ね、小箱したりすることが多いです。逆にです、新品のハウスといったものは、まあ、養生を、まあ、しっかりして傷つきにくい、こういったねラッシングを使うことがいいですね。で、物によって適切な小箱ジグを選定するようにしましょう。この2に対して何を使用していいかわからない、この動画しっかり撮ってますので見てください。ジグの選定はしっかりしました。ただですね、小箱を適切な力でするようにしてください。この力加減っていうのがあるんですね。やっぱり締め付けのね木材なんかの資材とか、あとフェンスを積み重ねてあったり、アルミ製のねはしごなんか、こういったものっていうね、逆にこう締め付けすぎると変形したりしますので、細かんでもね力強く締めたらいいっていうわけじゃありません。ゆるく締めすぎるとね、走行中の振動でね荷崩れの原因になったりしますので、なのである程度はしっかり止めないといけない。だけど止めすぎると荷物を壊してしまうってありますので、そのあたりの力加減っていうのはね、やっぱ小箱する上ではね重要なポイントになってきます。実際にこちらパレット用意しましたので、どういう風になるのか力いっぱいね締めていきたいと思います。廃棄前のパレットなので、言ったらね、まあ壊れてもいいようなパレットです。今軽くラッシングかけてるんですけれども、あの出せる範囲でね締めていきます。はい、まあ普通ですね。この後あの力任せにやるとこうなります。で壊れてしまいました。はい、どうです、ありゃ、もうこの時点で変形してしまってますよね。はいはい、今ですねロープを使っております。あ、ダンボールなんでね、はい、そうですね、ダンボールなんでね、より優しいロープをね使っております。はい、はい、ロープってね細いんでね、当たってる設置してるところにねやっぱ力が集中して荷物が変形してしまいました、はい、やっぱ力いっぱいやると結構な力が入ってしまうんでね、
そこはやっぱり角当て当ててもやっぱそこまで締めすぎない。そうです、角当てごとね、あの食い込んでいくこともありますので、角当て当ててもですね、物を見ながら力をセーブしながらしっかり効くようにねしてください。力を入れすぎるとこうなることは分かりました。どれぐらいの力が発生しているのかっていうのをね、やっぱこう正確ではないんですが、このユニックのクレーンを使って重さをねちょっと比べてみたいと思います。ではですね、まずはロープどれぐらいの、まあ、重量がねかかるかっていうのをねちょっと測ってみたいと思います。じゃあやってみたいと思います。はい、元のラジコンのね荷重計ではね 0.08 と出ました。 0.08 80キロの負荷がフックにかかっているということですね。ロープでも2をね変形させるっていうのが分かりますね。まあ軽く、かかりました。ではね、いっぱいいっぱいやってみたいと思います。ねえ皆さん、元気の資格取得どこも同じだと思っていませんか？岡山トレーニングセンターでは現役オペレーターのトレーナーが講習をするので、明日から現場で使える技術を学習できるんです。岡山トレーニングセンターで学習できる科目は以下の7科目。テールゲートリフター特別教育、フォークリフト特別教育、ローラー締め固め特別教育、玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、車両建設機械整地積み込み等運転技能講習、高所作業車運転技能講習、講師陣は現場に即した注意点もお話しすることができる現役オペレーター。岡山県南区浦安地区と岡山県北美作市湯郷グランドホテルにて毎月開催中。安全を意識した分かりやすい講習で現場作業員の資格取得に選ばれています。即戦力として活躍するなら岡山トレーニングセンター、みんな来てね。荷重計の方ですね、 0.72 ですね。 0.720kg、ロープは 0.08 なのでロープの9倍ぐらいですね。違いますよね、ロープとはね。今力がかかってると言われますね、はい。続きましてはワイヤーロープとレバーブロックですね。レバーブロックとレバーブロックだけでやることもあるんですけれども、はい、ワイヤーをね間に挟んでやってみたいと思います。とりあえず締めれるところまで締めました。 1.16 ですね。バブロックは2兆なんで、はい、多分おそらく分散されてるでしょうけど、ワイヤーの先には1トン近い、ここにはね 1.14 のね、はいはい、力がかかってますね。破断荷重ギリギリ折って使ってるので、ちょっとはね耐荷重も増えてるとは思うんですけど、はいはい、ワイヤーってねやっぱり細いので、やっぱりその分ねその力が加わるところっていうのが集中してしまうので、金属だからって言っても、ね、これだけの力が一挙にかかるとやっぱ変形するのが分かりますよね。ハードアピを当てて、ラッシングでね締めていきたいと思います、はい、これでねちょっと怖くしていきたいと思います。ハード当てをしました。でその下にもね、マットを当てました。その上でですね効いてる状態まで鼓膜しました。もうこれで絶対動かないですね、はい、それが正しい力加減の鼓膜ということになりますね、はい。まあ、釣り具の剪定もそうですし、養生もそうですし、力の加減もやっぱり必要ということですね、はい、そうですね。何でもいいから力任せっていうわけにはいかないですね。はい、ということで今日は鼓膜の必要性と、事故を使ったらどれだけの力がね鼓膜の時に、ね、かかっているのかっていうのを、ね、分かりましたね。ただねその鼓膜が、やればいいっていうだけじゃなくて、製品を壊してしまうというね、ちょっと本末転倒なことになってしまいますので、ならないためにも鼓膜する時に、ね、物を見ながらね鼓膜をしてもらえたらいいかなと思います。また今日勉強になりました先輩、はい、いかがだったでしょうか。ぜひねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ストック X、インスタグラムの方をねやっておりますので、こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。2024年2月1日よりテールゲートリフターの特別教育の受講が義務化されます。それに伴いユニセルジでは毎月特別教育を実施いたします。テールゲートリフターの受講を、ね、置かないとテールゲートリフターの業務につけないということになりますので、ぜひね振るってこの機会に特別教育をね受講していただければと思います。またユニセルロジでは出張講習も行っておりますので、遠方開催をご希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせください。
本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。